中道義弘は徳島県三好出身の元協定選手。通称、全白、水上の人間国宝。生まれたイヤは、大ボケ小ボケで有名な渓谷地帯で、息子が山奥から高校に通うのは大変だと思った父が、鳴門市への移住を考えた。饅頭職人であった父はそのために、大阪で寿司職人の修行を積んで、 ナルトにある寿司屋で働くことが決まり、中道が中学校3年生の3学期に一家、揃ってナルトで生活することになる。後に、中道は父がナルトに移住していなければ、私はボートレーサーになっていなかったと振り返っている。卒業後は、ナルト市立ナルト工業高等学校に進学するが、勉強するのが嫌で、たまらなかった。 高校2年生の時に家出をしてたどり着いた大阪で、高卒初任給が17,500円であった時代に、協定選手は平均月収が10万円に上ると知る。高校の1学年上の先輩が協定選手になったということを聞き、中道も協定選手を志すようになる。選手養成所の一次試験に合格した中道は、再び大阪へ家出して二次試験を受け合格。 校長の説得を振り切り、鳴門工業高校を中退して養成所に入所。後に、中道は、協定選手となった後、年に一度提出する、診療所に、中退と書くことに、辛さを覚えるようになり、卒業してからでも遅くなかったと後悔するようになったという。養成所卒業後の1966年10月に、選手登録され、丸亀でデビュー。 22期生の同期には、黒脇義光、村上一行、安倍邦夫、A 松江がおり、中道の同期は、花の22期生と称され、記念覇者を9名も輩出し、うち4名が SG タイトルに輝いている。22期ではまず安倍が1969年の下関15周年で記念優勝に到達し、ついで村上も1971年に、 なると18周年優勝。その後に長松が続き、当時は村上と長松の方が中道より評価が高かった。中道もデビュー一節目で初勝利を挙げ、1年間 C 級に在籍した後、A 級に特進した。若手時代は麻雀に熱中したが、1975年に1年だけ頑張ってみたろうかなあと1年発起し、 徹底的にインに関わることで成績を向上を図った。中道によると当時はインコースよりも3コースや4コースに侵入しようとする選手が多かったという。インに関わり続けた中道はやがてインの中道、インから出た時の旋回は天下一品と評されるようになる。同年にナルトで行われた四国地区戦で GI 初優勝を決め、これが s d 優勝への足がかりとなる。1976年に一般戦への出走が多かったものの発展台を記録して勝率1位となり、1978年には記念レースで実力上位の選手と争いながら勝率発展台を記録するようになった。1979年には第6回、 笹川小競争で SG 競争初優勝を遂げ、同年は記念も4勝を挙げるなど大活躍。レース豪車中道を全国にアピールし、マスコミも中道に大物の風格などと絶賛した。1980年の第7回では連覇を果たす。人差し指一本でハンドルを回すというエピソードも語られる史上トップクラスのテクニシャンで、 ハンドルさばきは全白マジックと呼ばれていた。1995年の第41回モーターボート記念競争では、同郷の宇野健太、浜村義弘と共に打し、優勝戦前夜には同室の後輩に、これからは若い選手の時代やなと語ったが、水面に出ると闘争本能のスイッチが入った。中道といえば、2コースマジックと呼ばれる差しが武器であったが、 同期の黒名を2コースからまくって一気に先制して優勝。この年から現在の選出方法になり、ボートレース甲子園と呼ばれるようになった。当時の推薦枠は1名であり、本家の甲子園さながらの人気で、全国から3国に集まってきたファンで賑わい、指定席を確保するために徹夜組が出るほどであった。同年の第10回賞金王決定戦での植木道彦との 抜きつ抜かれつの接戦は伝説として現在も語り継がれており一周にマークまでに勝負が決することの多い協定において最終コーナーまで勝負がつかない大接戦は稀である現在でも協定の名勝負ではこのレースも取り上げられることが多いが後に中道はこのレースを振り返りミスの試合思い出すだけで胃が痛くなると語っている1996年の 第31回総理大臣杯競争優勝後のインタビューで、わしは、あと4年で数えで51歳やから、4年で辞めると、突如引退発表。彦坂育親や野中・和夫今村・豊から全速ターンの時代から、浜野や健吾や山崎智也など、モンキーターン前世の時代と変わっていく中、最後まで、SGGI で戦い続けた。1998年は、 地元、ナルトの開設45周年記念大渦大賞競争で最後の GI 制覇、第13回賞金王シリーズ戦で最後の SG 制覇を果たす。1999年は2月28日の床の目一般戦、中日スポーツ配送脱ドラゴン大賞で最後の優勝を飾り、9月19日の辻合い、モーターボート大賞競争が最後の優勢となった。 SG 第14回賞金王決定戦競争が引退シリーズとなり12月19日2日目 4R で5号艇6コースからまくりを決めて最後の勝利となる通算1954勝目を挙げ同23日最終飛散 R が最後の出走で4着であった20世紀中に現役生活を終える形で同年をもって抗言通り引退 引退後の2000年からは JLC 解説者、スポーツ日本評論家として活動し、スポニチでは主に SG での執筆ということであったが、当時は地元の GI ナルト周年でも、名腕が切るのコーナーが設けられていた。レースを記者席から見ることになったが、最初は不思議な感覚であった。引退後もボートレースナルトにはいろいろと世話になり、トークイベントや、 中道義弘記念館と題して獲得した SG 優勝カップなどを展示したイベントも開催された。2010年10月には DE 新エリーグ戦で中道義弘敗争奪が行われ、その第一回で優勝したのが千原幸であった。プレゼンターで壇上に上がった時に SG なら何のタイトルが欲しいと聞けば、茅原はグランプリと返事し、 その4年後の2014年に平和島で夢を実現させた。中道は忘れられないレーザーの一人と語っている。2007年にはボートレースの電動入りを果たした。ありがとうございます。